はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日もねスプラトゥーン2やっていくんですが、スプラトゥーン初めて、6日目になるかなということで、6日目になってねようやくこうギアをちゃんと揃えるというちょっとね、ギアを初期からこんな感じで変えてみました。まあインク回復力アップとかね、インク効率アップ、メインサブとかっていうのをつけております。で、武器はですね、今回はデュアルスイーパーかな、デュアルスイーパーカスタムはまだ手に入ってないので、今回はデュアルスイーパーを使ってねやっていきたいと思います。ということで今回もレギュラーマッチ頑張っていきましょう。さあ縄張りバトル1戦目やっていきましょう。普段ねなかなか今までデュアルスイーパーって使ってこなかったんですけど、昨日ちょっと生放送中に使ってたら射程長くねって思ってちょっと調べてみたら、あの今まで使ってたのなんだっけ、あのスプラマニューバーコラボだっけ、あれの約倍ぐらいあんのね。でそれでうわ射程は力だわと思ってね、それからもうすごい気に入って使っております。まあ、ようやくねこうギアに手をつけた人間がね、昨日実はあのガチマッチにちょ初めて行ってみたんですけど、ガチアグラかな、いやもう難しすぎてさ、あの全然ね戦えなかったので、まあまた後日ねちょっと練習しながらやってみて、少し戦えるようになったらガチマッチも動画でねやっていこうかなと言っている間に2人倒しましたね。いやこのね射程距離は強いですよ本当に。これ届くんじゃないの、下手したらこれ射程70あるんですよね数値で。さあここでスペシャル打っていく。おっとやられたけど1人倒した。スペシャルで倒したんかな。ヒロローラーレプリカにやられましたね。これはスプラローラーと同性能なんでしょうか、ちょっとよくわかんないけど、まあまあ倒した倒してないとかって言いつつも、これは縄張りバトルなので、きっちりね塗っていかないと。うわーマジかやられちゃった。相打ちはね塗っていかないと勝てないんで、ガンガン前に出ていきましょう。早くこのこれのカスタムが出てほしいんだけど、あとねランク2足んないんですよね。そこにいるか。よし1人倒した。かなりインク使っちゃったけど、さあここから前出ていきましょう。あいるかそこ。うわあ誘致あ数は今日なぜか倒せてるんですけど、濡れないな、俺も死んじゃうから頑張って前出ていきましょう。このまま行くと負けちゃいそう。さあさあさあ、いやー危ない、味方もか。さあ残り1分。さあラストスパートかけていきましょうか。いや負けるかも、あっぶねー勝った。よし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 、もう1人倒した。今のうちにこっちの方塗って、こっちも塗んないと。これスペシャルなんだっけ、あ索敵ボムみたいなやつだ、そうだそうだ、スペシャルじゃねえや。ほいポン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 、オッケー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 、誰も倒せないだけど、ここで1人倒していく。でここにもう1人いるの分かってる、相打ちいやー、でもだいぶ活躍してね。そまあ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 、濡れてるかって言われると微妙だけど、役には立ってるような気がしないでもないわ。あちょっとやばいやばいやばい、濡れ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 、3、2、1、あーこれ負けたな、あこれ負けましたねくそー、あれえあ負けた、うわ 0.7% で負けた、マジか悔しい。俺これチームで何番目ぐらいに活躍してる、いやー試合1番ということで、第2試合やっていきましょう。さあ、縄張りバトル2戦目頑張っていきましょう。さっきと違うマップですね。さあさっきはめちゃくちゃ調子が良かったが、今回もちょっとそれをね維持して戦うことができるのか頑張っていきましょう。いやーここねちょっと序盤塗りにくいなーとか思うんですけど、なんかこう射程がね長いっていうのはすごいんですけど、塗るときに意外とちょっと手前塗るのが大変みたいに思うことがありますね。飛んでいく、あやば、あ危ねえ、たまに落ちて死んじゃうんだよあれここ来てる、あいやスペシャル打ってる、あれ倒せあれ倒せあれ倒せ、よっしゃオッケー。この射程やべえよマジで、本当にもうこれしか使えないんじゃないかっていうぐらいこの武器好きだわ。
このね、デュアルスイーパーもデュアルスイーパーカスタムもどっちも、射程距離は変わらないみたいなので、カスタムの方も変わらずね、いい使い勝手で使えるんじゃないかなと思ってるんですけども、あの人倒していこう。どこにいる？あ、そっちか。待て、もう一人いる。ちょっと、おい、やべ。あー、これ死ぬ。あーはー、ジェットパックか。そのジェットスイーパーって強いのかな。なんかちょっとね、見た目が気になる。あの電動ノコギリじゃなくて、あのなんだっけ、あの釘打つやつ、電動ドリル、あれみたいだよね。デュアルスイーパーもだいぶ電動ドリルっぽいよね。さて、敵はそっちか。まあ、いや、撃っちゃおう。で、どうしよう、これ前線出ますか。さあ、ガンガン攻めていきましょう。これ上にいんのかな、敵全員。さあ、このまま、うめっちゃ攻め込んでるじゃん。あー、これ無理だ。いや、めっちゃ攻め込んでるけど、逆に敵も押し返そうとはしてないのかな。もうここまで来て結構諦めちゃった感じかな。気持ちは分からんでもないけど、意外と塗られてね。ちょっと待って意外と塗られてね。どうしちゃったこれ。ちょっとこっちから丁寧に塗っていきますか。これなんか下手したらなんかワンチャン、あ、そう、おやっぱ結構塗られてるよ。やばい。さあ、この辺もきっちりちょっとずつでも塗っていって、さあ、どうだ。多分負けはしないと思うんですけど、大丈夫かな。さあ、ということでね、2試合目、まあ特に何もなかったですけども、勝つことはできました。ちょっとね、1試合目と比べるとかなり、見応えがね、ちょっと微妙だったかなと思うんですが、本日もね、ここまでご視聴ありがとうございます。この YouTube チャンネル、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。お、ギアパワーアップ、すげえ。でね、普段オープンレックっていうところで生放送を行っておりますので、よかったら、概要欄からフォローしていただいて遊びに来てみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。